ウクライナ軍によってクリミア半島奪還作戦が実施される可能性が高まりつつあるよね。そんな中、ウクライナのダニロフ国家安全保障国防会議書記が、ウクライナ軍がクリミア半島を奪還するために国際法で禁じられていない範囲において、保有するすべての兵器を用いあるいは試験的に使用するとの考えを SNS 上で明らかにしたらしいな。いよいよウクライナも全力でクリミア半島を取りに行くってわけだね。さて今回はそんなクリミア半島奪還作戦について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。クリミア半島は2014年、当時の親ロシア派であるヤヌコビッチ政権が倒れた際に、ロシアが軍事介入して一方的に併合して以来、国連や西側諸国が認めていないもののロシアによる実効支配が続いているよ。ダニロフ書記はクリミア半島はウクライナ領であると改めて主張していて、ゼレンスキー大統領も再三にわたってクリミア半島を取り戻すと表明していることから、間もなく実施されると見られているウクライナ軍の大反攻がクリミア奪還を視野に入れているとの見方が主流となっているんだ。面積約2万6000平方キロのクリミア半島は北部でユーラシア大陸ウクライナ南部ヘルソン州とつながり、黒海に突き出した形になっている半島で、大陸と接続している地域西側にはペレコープ地峡と呼ばれる長さ 30km 幅5から 8km で陸続きになっており、その東にはアゾフ海にかけて深いシバーシと呼ばれる浅い干潟が広がっていて、大陸側から突き出ているチョンガル半島との間にある狭い海峡に鉄道道路併用橋が架けられて繋がっているね。また、半島の東端にあるケルチ半島の東側には、アゾフ海と黒海を隔てているケルチ海峡があって、このケルチ半島の東端と、ロシア南部のクラスノダール地方からクリミア半島に向かって、突き出ているタマン半島の西端には、クリミア半島併合後にロシアが架けた全長 18.1km の鉄道道路併用橋であるクリミア大橋があるぜ。ロシアに併合されるまでのウクライナ領としては、クリミア自治共和国と大きな軍港のあるセバストポリ特別市に分かれ、クリミア自治共和国はウクライナでは唯一の自治共和国であり、港湾都市のセバストポリにある軍港がロシア海軍黒海艦隊に租借されていたことから、この自治共和国の管轄外としてウクライナ中央政府の直属都市となっていたな。そして2014年にロシアの軍事介入によって併合された後、クリミア自治共和国はクリミア共和国としてロシア連邦に編入されてロシア領となり、セバストポリはロシア連邦内で共和国扱いとなる連邦市としているよ。2014年にロシアがクリミア半島を併合した経緯は、マイダン革命とも呼ばれる2014年ウクライナ騒乱によって親ロシア派のヤヌコビッチ大統領が失脚して、ロシアがヤヌコービッチ政権の崩壊をクーデターによるものと位置づけ、ウクライナへの軍事介入を行ったことにあり、その際にクリミア半島はロシア軍の完全支配下に置かれ、実効支配していたロシアの主導による住民投票の結果としてロシアが併合を宣言したもので、ウクライナはもとより国際社会の多くの国家がこれを非合法として承認しておらず、国連総会において住民投票を無効とする決議を賛成100カ国、反対11カ国、棄権58カ国で採択され、クリミア自治共和国は国際社会においては法的に承認されているほか、クリミアタタール人の民族自治機関としてクリミアタタール民族会議メジュリスが活動しているみたい。しかしながら、人口約230万人とされているクリミア半島では住民の約 60% がロシア人とされ、国籍をウクライナとするウクライナ人は約 24% に過ぎず、住民の 80% 近くがロシア語を母国語としていて、ウクライナ人の間でもロシア語を日常的に話しているため、ウクライナ騒乱の際にヤヌコビッチ政権の後を引き継いだ暫定政権がウクライナ語以外の言語を、地域公用語として認める法律を廃止した際には反発する動きがあったとされており、新ロシアという点では東部ドンバス地方のルハンシク州やドネツク州の新ロシア派武装勢力の支配地域と同様の状態だぜ。クリミア半島奪還を唱えるゼレンスキー大統領は、2022年8月29日の国民向けビデオ演説の中で、
ウクライナ軍はクリミア半島が併合されて以降、奪還を目標に掲げてきたと述べ、今回の侵略戦争は、ロシアが我々の領土であるクリミア半島を奪い、さらに東部ドンバス地方をも奪おうとしたことから始まったとした上で、この戦争は、我々がクリミア半島をロシアから解放することによって締めくくらなければならないと主張しているよ。このゼレンスキー大統領の姿勢に身の危険を感じたロシア系住民による、クリミア半島からロシア本土への脱出が急増しているらしいね。クリミア半島では、2022年2月24日にロシア軍がウクライナへの侵略する際に、ウクライナ南部ヘルソン州やザポリージャ州に展開する部隊の出撃地となっていて、4月11日にはプーチン大統領によってテロ警戒レベルが上から2番目の黄色に引き上げられており、半島に駐留するロシア軍部隊ではウクライナ軍の進軍に備えてクリミア半島の要塞化を進めていることが伝わっているんだけど、クリミア半島のロシア系住民はここまでの侵略戦争の経緯から不安を強くしているのであろうとの見方が広がっているんだ。ウクライナのゼレンスキー政権においてクリミア問題を統括しているタミラ・タシェワ氏が、ウクライナの国営テレビに出演して述べたところによると、ロシア系住民は、2014年にロシアが一方的に併合したクリミア半島をウクライナが奪還しようとすることに不安を募らせているとして、大勢のロシア系住民が家を捨て、クリミア半島から脱出しているとしたよ。ゼレンスキー政権では以前から、2014年以降クリミア半島には50万人から80万人のロシア人が違法に暮らしているとして、ウクライナがクリミアを奪還した際にはそれらロシア人にはウクライナの法律や国際法が適用され、国外退去処分となる可能性があると指摘していたな。タシュワ氏はさらにどれだけの人数がクリミアを去ったかについては、統計を取っていないためにわからないが、数千人単位だと理解していて、クリミア大橋にはロシア本土に移動しようとする車列ができているとして、クリミアの住宅市場は売り意識になっているとも付け加えたみたい。また、クリミア半島の先住民族とされているタタール人を支援している、エミール・イブラギモワ氏がウクライナのラジオ局のインタビューにおいて、ロシア系住民の多くはいずれウクライナ軍が近い将来においてクリミアを解放するものと見ており、ウクライナから報復を受けることを恐れてパニック状態になっていると述べているよ。2022年8月にクリミア半島南西部にあるロシア海軍の航空基地で爆発が発生し、ウクライナ軍による攻撃の可能性が報じられた際にも、多くのロシア系住民がクリミア大橋からロシア南部のクラスノダールに逃れ、その車列によって渋滞が発生している様子が撮影された画像が SNS に上げられていたよね。ウクライナでは4月2日にダニロフ書記がクリミア解放に向けた12のステップと題したクリミア半島の解放計画を発表したが、その内容はクリミア半島が解放されてウクライナ領に戻った場合の、クリミアやロシアの占領政策に協力した住民の取り扱いに関する12項目に及ぶ方針で、ロシアが一方的にクリミア半島を併合した2014年2月の以降の不動産取引の無効化、ロシアの占領政策協力者の起訴、ウクライナへの敵対行為を指導したロシアの協力者に対する厳しい処罰などの罰則のほか、ロシアのプロパガンダに踊らされてきた住民に対する政策などが示されているぜ。これらの動きからクリミア半島から脱出するロシア系住民が絶えず、ロシアが指名したクリミア共和国のセルゲイ・ヤクショーノフ市長は、クリミア半島にはウクライナの反転攻勢に対する備えはできているとして住民を安堵させようとしているけど、ロシア本土へ避難しようとする住民の流れを止めることはできていないと見られているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年3月22日、クリミア半島の北部にあるジャンコイ付近で爆発があったみたい。これに関して、ウクライナ当局側から輸送中だったロシア軍の巡航ミサイルが破壊されたと見られるとして発表があったね。でも、ウクライナ当局はウクライナ軍が関与していたかどうかについては明らかにしていないね。そうだね。さて今回はそんなクリミア半島でのミサイルの破壊について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。
先立って20日に、ウクライナ軍情報総局が、ロシア海軍黒海艦隊のキロ級潜水艦から発射される巡航ミサイル、カリブルが鉄道輸送中に破壊されたと発表していたことと一致しているんだけど、これに関してもウクライナ軍情報総局はウクライナ軍の関与については明らかにしていないんだ。潜水艦発射型巡航ミサイルカリブルは潜水艦だけでなく、艦上、地上、空中など、様々なプラットフォームから発射可能な巡航ミサイルで、マッハ 0.8 の速度で飛翔して、射程は潜水艦発射型で約 2000km、艦上発射型で約 1500km とされているね。ウクライナのクリミア半島は2014年以来ロシアによって一方的に併合され、国際社会からはロシア領として認められていないんだけど、ロシアが着々と住民のロシア化を進めている地域で、今回のウクライナ侵略を契機として、ウクライナのゼレンスキー大統領がその奪還を目指すとしているみたい。このウクライナ側からの発表についてロシア側はそのような攻撃はなく、ミサイルが破壊されたとの報告はないとして否定していて、クリミア半島でウクライナ軍のドローンが民間のインフラ施設を攻撃したとしているね。それを裏付ける証拠として住民がドローンによる攻撃とみられる爆発音を聞いたことを証言していて、さらにその住民が撃墜されたドローンの破片を拾ったとしているほか、別の住民が家の近くでミサイルが爆発したために建物の屋根が吹き飛んで衝撃波によって、窓ガラスが割れたと語ったことを伝えているが、動画や画像などによる確認はされていないというよ。この報道に対してインターネット上ではロシア側はウクライナ全土の民間インフラを破壊し続けておきながら、クリミア半島だけでなくロシア本土が何らかの攻撃を受けるとウクライナ軍が民間人をターゲットにしていると騒ぐが、国際社会でそのような一方的で理不尽な主張が受け入れられると本当に考えているとするなら、その身勝手さには呆れるばかりだと非難する声が多いんだって。自分たちは散々好きにやっておいてよく言えるよね。ロシアの主張の身勝手さは今に始まったことではなく、旧ソ連時代から指摘され続けてきたことなんだけど、それにしても2022年2月24日にウクライナ侵略を開始してからというもの、ロシア側から発信される全ての情報が身勝手、欺瞞に満ちていて全く信用できないとする見方が広がっているよ。そのロシアの前身である旧ソ連を見習ってきた中国や北朝鮮も、そのことについてはロシアと同様かあるいはそれ以上に身勝手であり理不尽であり、自己中心的な姿勢であり、日本の共産党の主張を見ても程度の差があるとしても共産主義とは、そういうものなのだと納得させられるとの声が多々上がっているみたい。その身勝手さはつい最近にも発揮されていて、ウクライナ軍に対して、2023年4月頃までにアメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO加盟諸国から、第三世代戦車が供与されることになり、アメリカからは M1 エイブラムス、イギリスからチャレンジャー2、ドイツと他のヨーロッパの国々からレオパルト2を合わせて300両近くがウクライナに引き渡されることになり、ウクライナ兵への操縦訓練などが進められているんだけど、そのことを懸念するロシアのプーチン大統領が、イギリスの国防省が、ウクライナやレンジャー2戦車の供給だけでなく、劣化ウラン弾の供給を表明したことが、今日明らかになったとした上で、もし、そのようなことが事実であるとするならば、ロシアはそれ相応の措置を取ると発言したんだ。劣化ウラン弾は戦車の装甲を貫通する力が強く、対戦車用兵器としてよく使用される戦車弾で、微量の放射性物質が含まれるため、国連機関では懸念が示されているとの事実はあるよ。ただし、この劣化ウラン弾はロシア軍も普通に正式採用しているものでもあり、このウクライナ侵略戦争においてもそれを使用していると見られているのであるが、それにもかかわらず、ロシアはこれは西側が核兵器を使ったのと同じ意味を持つと言い出しただけではなく、相応の措置を取ると発言したってわけだね。これはつまり、自分たちがウクライナに対して使用している劣化ウラン弾を、西側諸国がウクライナに提供することを核兵器を使用したものとみなして、対抗措置として核兵器を使用するという身勝手で理不尽極まりない話だよね。このことについてはロシアのショイグ国防相もまた、
イギリスがウクライナに劣化ウラン弾を提供することによって、西側諸国との核衝突にまた一歩近づいたと発言していて、これに対してアメリカのカービー戦略広報調整官は、ロシアは論点をすり替えようとしているに過ぎないと切り捨てて、劣化ウラン弾は数十年にわたり、西側諸国だけでなくロシア軍でも一般的に使用されているとした上で、ロシアがこれ以上ウクライナ軍に戦車を破壊されたくないというなら、不当に侵略して占領しているウクライナから退けばいいだけの話であり、そもそもロシア軍がウクライナ領内に存在していることが場違いなのだと非難しているよ。またイギリス国防省もカービー戦略広報調整官と同様に、劣化ウラン弾は世界中で数十年使われてきた標準装備であり、ロシアはその事実を隠して意図的にデマを流しているとして、やはりロシアによる自己中心的な対応を非難したんだ。日本においてロシア事情に精通しているとされている東大先端研小泉雄専任講師は、ロシア製の鉄鋼弾の中にも対戦車用に劣化ウランを使用している弾頭を持つ砲弾があるのは間違いなく、今回の侵略戦争においてそれらを使っていないことはないと思われるとして、要するにこのウラン劣化弾という砲弾は戦車の大砲における通常弾に過ぎないとした上で、それに対して報復として核兵器を使用するというのはあまりにも荒唐無稽であるとしていて、ロシア側は政治的に西側諸国のウクライナに対する軍事援助を牽制しているだけと考えられると述べて、これ以上の援助をしないようにとの脅しの材料として言っているだけかとと、単なる脅しとしての意味合いが強いとの見方を示したよ。また、ロシア側ではこの劣化ウラン弾の他にも、国際社会から見れば自己中心的で身勝手で理不尽な言動が見られ、ロシアがウクライナ領内に侵略を開始した3月24日に、ロシア国家安全保障会議副議長のメドベージェフ前大統領が、ロシアメディアの記者らによるインタビューを受ける様子を撮影した動画を SNS に投稿して、もしロシアが実効支配しているクリミア半島に対してそれを奪還することを目指してウクライナ軍が攻撃するならば、ロシアにおける核兵器使用抑止としてドクトリンで規定されたものと照らし合わせたとしても、ロシアが全ての防衛手段を使用する根拠になるのは明白だと述べ、ウクライナがクリミア半島奪還の動きを見せれば核攻撃を実施する可能性を示して威嚇したようだよ。メドベージェフ氏前大統領はさらに、敵がロシア国家の一部を切り離そうとする試みは、ロシア国家の存在自体への侵害だと主張し上で、核を含む全ての兵器を使用できる根拠があることを、海の向こうの国家が理解してくれることを願うと述べて、アメリカを牽制したね。このロシアにおける核のドクトリンとは、プーチン大統領が2020年に署名した文書、核抑止の国家政策の基本に記されているもので、たとえ通常兵器で攻撃を受けたとしても、国の存在が脅かされる事態となった場合、ロシアは核兵器で反撃できるとされているものなんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、ベル登録してね。ウクライナ東部ドンバス地方のルハンシク州で撮影されたとみられる、ウクライナ軍の旧式戦車がロシア軍の T-72 主力戦車を、一撃で撃破する様子を捉えたとされる動画が公開されて話題を呼んでいるよ。この動画はウクライナ兵器トラッカーと称する、兵器専門家などが運営するアカウントによってツイッター上に投稿されたもので、ルハンシク州のボセリウスクの近郊でウクライナ陸軍の精鋭中の精鋭とされる、第92独立機械化旅団所属の T-64BV がロシア軍の T-72B を撃破する様子が撮影されたものだというぜ。やっぱりいくら戦車の性能が良くても、乗り手の技量や作戦が稚拙だと破壊されちゃうってことだよね。さて今回は、ウクライナ軍の旧式の T-64 戦車が、ロシア軍の T-72 戦車を撃破したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍のドローンから撮影されたとみられる動画は、直線道路においてわずかな距離で対峙するウクライナ軍とロシア軍の戦車を捉えていて、その後ウクライナ軍の T-64BV が主砲を発射してロシア軍の T-72B に命中して炎上していて、さらにウクライナ軍の T-64 がもう1発を発射してとどめを刺す形で、
炎と煙を上げているロシア軍にもう一撃を与えているよ。なお、この動画はウクライナ国防省もツイッターに投稿していて、第92独立機械化旅団が撮影した動画であるとして紹介しているね。ウクライナ軍が使用したとされている T-64 は、旧ソ連が開発した第二世代主力戦車で、それまでは簡素な作りで大量生産が可能で、簡潔かつ堅実な構造で取り扱いが楽なことを追求してきた旧ソ連戦車としては珍しく、複合装甲、滑降砲、自動装填装置など新技術が積極的に盛り込まれているのが特徴なんだ。この T-64 は1966年12月に正式採用されているんだけど、当時のソ連の同盟国であるワルシャワ条約機構加盟国や友好国などに輸出されず、ソ連のみが保有していて秘密裏に旧東ドイツのソ連軍東部軍集団や、ハンガリーなどに配置されていた南部軍集団などに配備されていたみたい。西側諸国では1985年の対独戦勝40周年パレードにこの T-64 が登場するまで、T-72 の影に隠れた正体不明の新型戦車としていて、その存在に気がついていたものの性能などの詳細を知らず、T-72 の開発の元になった失敗作との見方をしていたというんだけど、実際には、新機軸を盛り込みすぎた T-64 の運用が難しいこととコスト高を補うために、ハイローミックスの形として T-62 などで培ってきた旧来の質実合憲的な技術と、T-64 のスタイルを合わせた普及型が T-72 であるとされているね。そのような事情で開発された戦車であるために、生産数においては T-62 の約1万、9000両、T-72 の約2万、2000両には劣るものの、1964年から1987年までに様々な派生型を含めて約1万、2500両が生産され、1991年のソ連崩壊後もロシア連邦陸軍とウクライナ陸軍で多数の T-64 が現在も運用されているんだ。ウクライナの VOMR 衛星記念工場では T-64 に独自に大幅な近代化改修を施した T-64BM ブラートが開発されており、2005年に17両が納入されて以来、T-84U オプロート西側仕様の砲塔を搭載した BM オプロートも含むとともにウクライナの新しい主力戦車として配備されていたよ。その一方で、ロシアでは T-64 の開発生産拠点がすべてウクライナ国内にあったことから、整備用パーツなど消耗品の供給に難があるなど理由で、保有していた T-64 に対して T-72 に施したような積極的な近代化改修は行われず2017年までに退役させているな。このことから、動画の中で第92独立機械化旅団の T-64BV と紹介されている戦車は、T-64BM ブラートではないかとの見方を示す声もあるぜ。仮にこの動画に登場するウクライナ軍の戦車が T-64BM ブラートであれば、主砲には 125mm ヌメ後方に A46M が搭載されているほか、T-84 に準じた装備が搭載されており、コンタクト後走行級 K120SB 入り、対戦車ミサイル 1A45 イルト一種射撃管制装置、TKN4S レーダーサイト PZU7 サイト、TRN4E ブラーン E 暗視装置などの近代化が図られていると見られるね。また撃破されたロシア軍の T-72 は T-64BM と同じ 125mm 滑降砲に A46M が搭載されているため、T-64 とは攻撃力の点で互角であり、ロシア軍が運用している T-72B3 は第 2.5 世代でありながらも、総合的なバランスの良さから第3世代主力戦車に相当するとされているんだ。しかしながら、T-72 で採用されている回転型自動装填装置は本来、弾薬を被弾率が低い車体底部に集約して生存性の向上を狙った設計であったものが、万一車体底部の弾薬に誘爆した際には爆風が戦闘室を直撃することになり、砲塔が真上に吹き飛んで車体が大きく損傷しやすいことが判明したぜ。また、車内に剥き出しの予備弾薬を搭載している場合には、被弾した砲弾が貫通して弾薬庫を直撃しなくとも、防護されていない予備弾薬に引火して車内に甚大な被害をもたらすこともあるな。この T-72 が被弾した際に砲塔が吹き飛ぶことは、
湾岸戦争時にイラク軍が運用していた T-72 において多数発生したことから、アメリカ軍内ではジャック・イン・ザ・ボックス・ぎっくり箱として T-72 を揶揄する別称で呼んでいたほどなんだ。ウクライナ軍参謀本部によると、ロシア軍はウクライナ侵略を開始した2月24日以降、12月12日までに3000両近い戦車を喪失しており、ロシア国内でウクライナに投入できる稼働可能な T-72 の在庫はほぼ枯渇していると見られ、周辺で T-72 を保有しているベラルーシ軍から T-72 の供与を受けているだけでは足りず、旧式の T-62 戦車の保管在庫に簡単な近代化改修を施して前線に投入しているとされているよ。また戦車用砲弾の在庫については、ウクライナ軍の高機動ロケット砲システム、ハイマースなどによる2弾薬集積場の破壊や、弾薬庫を残したまま退却するなどの不手際もあり在庫が枯渇しつつあるのではないかと見られているんだ。戦車戦の動画が撮影されたと見られるルハンシク州では天候不順によるぬかるみの発生などもあり、ウクライナ軍が少しずつ非占領地を奪還していると見られているが、12月上旬に同州のカディフカにあるロシアの民間軍事会社ワグネルの拠点となっていたホテルが、ウクライナ軍によると見られる攻撃を受けて破壊されたとして、ルハンシク州のハイダイ知事が明らかにしているみたい。ハイダイ知事によれば、多数の死傷者が発生していて負傷者の半数以上は助からないとしている中、ロシア国営のタス通信が地元の親ロシア側当局者の話として、ウクライナ軍のハイマースによる攻撃でワグネルの拠点が破壊され、救出活動が続けられていると報じているが、ロシア国防省などロシア当局側からはこの件に関するコメントは出されていないよ。ワグネルの戦闘部隊は現在、ルハンシク州の隣のドネツク州バフムートに展開していると見られていて、正規軍ではない傭兵部隊であるにもかかわらずロシア軍として行動しているな。バフムートを防衛しているウクライナ軍兵士によると、この地域に親ロシア派武装勢力が設立を宣言したドネツク人民共和国や、ルガンスク・ルハンシク人民共和国の兵士はほとんどおらず、接近している Z マークをつけた正規軍の数は多いものの、ほとんどが9月に発令された部分的動員令によって招集された予備役兵士の部隊であると見られ、満足な装備を与えられず練度が低いためにこれまでに多大な戦死傷者を出しているとされているよ。技量の伴っていない新兵を犠牲にする戦い方は相変わらずだね。ワグネルの戦闘員はそれなりに練度が高く、士気も正規軍よりは高いとされ、唯一ウクライナ軍に対して攻勢に出ているんだけど、ワグネルは予備役招集兵を石膏としてウクライナ軍の前面に出し、ウクライナ軍に攻撃させてその位置を確認するためのステージとして活用しているとみられ、その非道な扱いにはウクライナ軍兵士でさえも同情を寄せているみたい。しかしながら、ワグネルのウクライナ国内における拠点が壊滅状態となったことで、今後ワグネルの動きが変わる可能性が高いとの見方があり、注目されているな。そして12月11日、ウクライナのレズニコフ国防相が現在の戦況について触れ、ぬかるみによって戦車などの戦闘車両が移動できないために膠着状態にあることを説明した上で、ウクライナ軍は自国の領土を奪還するために、冬の訪れともに地面が凍結するとともに反撃を開始すると述べて、領土奪還に向けて強い意志を表明したよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。